あ、ユイがいない。仕切りの奥で鳩を追っておるようじゃ。追っているところは見たくてうずうずするぞ。ユイ、おるのか？旗織りを見せてもらえんかの。ダメと。そのような言い方はないではないか。なんだお。こっちさ来ないでケイラン。後でオラから行くから。なんじゃと。誰が小屋を建てたと思ってるんじゃい。あ、鶴の恩返しか。レイの糸か。なるほどね。あー、じゃあキンタはあれか、鶴を助けた張本人ってところかな。ユイは戻らん。なんだか、おひいさま。今まで言うな。ユイを探しに行くぞ。とりあえずもう一度檻小屋に赴き、手がかりがないか探してみよう。寝るの正解だったね。マーク。あれ、イベント的にはやっぱあれか、ミルテぐらいがあんまないのか。レア系のやつも揃ってきたね。これだけ置いてあるのも寂しいものじゃの。一体どこに消えた？ああ。いつはうつっといやった。わしにはユイがおらんとおにしのいうことがろくにわからんのじゃ。おにしもユイのことを参じておるからここに来てくれたんじゃろう。必ず見つけて連れ戻す。今しばらくこの道具で見つけて待っててくれと。ヒントないからね。ユイは探してるのかや。おぬしは何か見ておらんか。バリユイのことは見てね。昨日つるっこ飛んでくのは見たくれる。そうか、つるじゃ。どっちに飛んだかわかるか。家の向こう飛んでったから下の渓谷じゃにか。えっか、見たのは麓の世から数えてもまだ2度目だ。この鳥、この島にいるんだな。あ、やっぱキンタが助けたんだね。さてさて、ユイを探しに行きますかね。ちょいちょい敵埋もれるんだよね。この連打が強いわ。鶴だ。そんな先進んだかな。あ、立ってた立ってた。逃げるね。んでボスエリアに来たけど、まだ奥かな。ユイ、ユイ、やはりユイなんじゃな。口を聞いてくれんか。いや、その姿で話すこともかなわぬか。な、なんじゃ。はあ。
その者はもう話すことはできません。契約により元の姿に戻ったのです。どういうこと？何者じゃ主は？なんとしたことか。仁義を全く感じる。こやつ神ではございませんぞ。私たちは滅びに瀕した故郷を救うため創世樹によってつなげられた世界を渡る者。故郷において創世の女神、そしてこの二つ世において訪れし者、そう呼ばれています。あなたが携える羽衣を作ったのもこの私たちです。へえ。わしの持つ羽衣を作ったと。ではお主が母上に。いや、今はゆいじゃ。ゆいはどうなってしまったんじゃ。すべてお主の仕業ではなのに。仕業なのか。そのものはもとより人ではありません。一羽の鶴が強き願いにより人となった変化なのです。私たちが授けたのは糸を紡ぎ人とつながる力、すなわちゆい。名前か。私たちは力の代価として、金品を求めました。しかしそれが破られてしまったため、つながりの力は絶たれ元の姿へ戻ったのです。なんとユイとは訪れし者によって与えられた力の名じゃったか。金庇が破られ、そうか、わし側の塔を開いたせいで訪れし者よ、私はこの羽衣を我が母に与えたのであろう。そしてこれもまた全ての力を使えば大きな何かを失うと聞いておる。こやつめ、何故お主は関わった者にその領分を超えるほどの力を与え代価を求める。この二つ世のものを哀れに思うのであれば、力ぐらいただで貸してくれても良いではないか。厚かましゅうございますお兄さん。しかしわしからも頼みたい。ただでとまで言わんが、ゆいを再び人の姿に変えてはやってくれないか。力を得ること、その本質は交換です。私たちは望みに応じ、この二つ用の形を合わせてそれを行っているに過ぎません。ゆいの名を取り戻すということは、つながりの力を取り戻すということ。あなたが真にそれを求めるのであれば、まずそのものと人とのつながりを示します。ほう、それができれば私たちは新たな代行、になって再びそのものの姿を変えましょう。なんだろう。つながりを示す。金を破られてしまうたわと、この私は力不足ってことじゃな。すまんすまんかったのゆい。ただ今じゃ。ゆいはどうした？渓谷で見つけた。元気にもしておるが、今は湧き合ってすぐに戻ってこられる。無事ですか？よかった。帰まれよ。必ず連れて帰ると約束したのに力よかずすまんの。だがまだわしは諦めんか。ゆいが帰るまで何度でも足を運ぶぞ。戻った。帰まるかな。大事なんかね、そんな感じがする。いただきます。それでな、それがしの目が届かぬところでちゃっかり休んでおったのだ。ゆいのやつうまくやってんな。おいらの方が肩書きもなんで。でもゆいはとても優しいですよ。見る手が困っているとよく助けてくれます。ところどころで手を抜いてはいるが、必要なことはしっかりとこなすし、あれで随分と人にも優しくなった。まあビンタしてたからね。かえまるが転んだ時も起こしてくれましたね。初めの頃のゆいは皆に打ち解けきれず、どうなることかと案じたものでしたが、今では役がすっかり下がっておるようじゃの。それだけに不在が答えますな。何してんだあいつは。寂しいです。皆ゆいとのつながりを示すには十分に見える。しかしここはやはり、でおひいさまはあれだね、装備として変わったから心だけだね。霊体が残っているわ。頼む。金太よ、単刀直入言うぞ。ユイを連れ戻すのを手伝ってくれ。おいらが。ああ、ユイが一番会いたいのはお主のはず。お主がユイを連れ戻すの。おいら、照れておる場合ではないぞ。ユイがここに戻れるかどうかはかかっておる。どうじゃ、やるか。ああ、やる。キンヤーン。かえまるなりの力づけじゃろ。受け取っておくがよい。さあ、ユイのもとへ行くぞ。さ
さっさ、続き続き。そこ。はい。もらった。よし。よし、ここじゃ。訪れし者よ、連れてまいったぞ、姿を見せよ。ん？ん？家はどこだ？お主には見えておらんのか。何が？なんで何も言わんのじゃ。おい、ここからどうすんだべ。それはじゃな、ぜひ全てを話す。それはそれはね、ゆいを二度裏切ることになってしまう気がする。ここにユイがいるという手でことを進めようではないか。ことは進めるってなんだ。この鶴に見覚えはないか。鶴お峠から飛んでいたあの鶴は鶴っ子だべ。ん、こいにこいつは足の傷、羽の色、間違いねえ。こいつは麓のようでおいらが逃した鶴っ子だ。行け。やっぱそうなんだね。不思議なこともあるもんだな。おめえもいただきのよう迷い込んだサッカー。喋りづれ。それで終わりか。つながりは示せませんか。まあ、待て、もう少し待ってくれ。誰と語ってんだ。おい金太、ユイについてどう思ってるか言いますが、ここで答えよ。早くせんか、どうなっても知らんぞ。まんじまんじ、分かった分かったっちゃ。ユイには何かとつきまとわれがおったもんだべな。でもなんだりかんだり一緒にいて落ち着くのはあいつもあいつかもしれない。この島で同じ名前で話してくれるのは案外ありがてえもんだ。あいつのおかげでおいら寂しくはならねえ。麓の用事はずっと一人だったからな。綺麗な櫛は作ってやるって約束したんだ。似合うかどうか見てもらわねえとな。早く峠さん帰ってきてほしいな。このままじゃ他のやつらも調子が狂っちまう。ほほう、そうかそうか、お主もなかなか。お出なさ。なんだで、ちゃんと話したぞ。その約束、大きなつながりのようですね。ユイの力はここに示されました。また人さんなれるんですかや。いいえ、今はまだ、断たれたユイの力を修復したところまでです。あなたが再びこの力を得て変化となるには新たな代価を求めなければなりません。まだ今のあなたには力に見合うだけの捧げられるものを持っていますか。今のオラが捧げられるものは、お岩。神様金太、マンズどうもね。おお、戻れたね。訪れし者で逃げおったか。羽衣のまだ何も聞いておらん。あの鶴どこさ行った。まあ確かに鈍いね。おだずなよ。こんなことよりゆい、ごめんさ、お前どこへ行ってたんだべ。みんなどれだけさ案じたと。金太怒ってるのか。なっちゃ当たり目だ、早く帰るぞ。ありがとう金太、ありがとう。カイマルがおめに渡せって。何社牛の下。あのバカ。とうとう壊れたか。ともかくこれにて一件落着じゃな。お姫様、以後は他のものが嫌がることを無理強いしてはなりませんぞ。ああ、身にしみたわ。こんなのはもうこりごりじゃ。よし、皆の者、家に帰るぞ。で、何を渡したんだろうね。あの鶴子、今度捕まえて食えばいいかったか。しくじった。かわいそう。お主、もしもふもとの世で鶴を助けたのではなく、食おうとしてたのか。無駄にゃ、閉める前に罠は外しちまったからな。置いて。なんということじゃ。なんとも言えんな。そうだね、その話ユイの前でしたら殺すから肝に銘じておけ。なんだべ、おっかねえ。わかった。まあそんなもんか。じゃあまた次行きますかね。鶴の羽ゲット。
ケー。お？あ？へえ、皆で集まって何をしておる？あ、見るてか。見れてここんとこずっとあんな調子だ。日が一日どうしちまったんすかや。あかんね。見るてよ、何か悩みでもあるのか。それがしたちでは助けにならぬのか。昨日田植えもんが来年の話をしました。私は笑って聞いていました。次に私が言おうとしたこと、その意味に気づいて怖くなったんです。怖く。私はみんなが大好きです。この頂きの世の毎日が楽しい。でも私は神のしもべ、それを忘れてはならないのです。私は未来もこの世で暮らすことをどこか当たり前と思っています。私には夢があったはずです。世界に神の光を伝えるという夢が。それを忘れかけていたことに気づいて怖くなりました。いつか昨年の直後を果たすでしょう。雨の浮き橋もきっとまたかかります。そのどちらも遠くない日かもしれません。その時が来たらみんなはあの苦しい麓の世に帰りますか。皆が帰る麓の世。あーでもそう言われてみれば妥当な回答だね。さてと、お、家のさ、家の再建にかかるとするか、はい、家となるとさすがに大仕事だ。ここにいる皆の力を借りるぞ。オッケー。もちろんです。じゃ、おー、何でもやるっちゃ、はい、どうせなら大屋敷をといたいところじゃが、この狭い峠では大したこともできぬ。それにわしは目の前の家も愛着もあっての、ここは以前の昼さや戻りで建て直し、使いにかかった細かいところを変えてみるというのはどうじゃ。意義なしか。ならば我が図を起こそう。前の家作りは隅々まで覚えている。どこかに物を置くところを増やせますか。廊下や、屋根裏には余地があったと思う。他のものも何かあれば今のうちに申しておきよ。はあ、ついに家か。よし、資材はこれくらい、仕上がるまでにはこれくらいかかるだろう。大仕事なんだ。カッパどもの手も借りねばならんか。そうですな。ということはキュウリもいるわけですな。キュウリいるな。よし、じゃあ始めていきますか。必要なものが揃ったらそれがしにお申し出されと。壮大欅を手に入れ、キュウリを手に入れろ。粘土を手に入れ、30個いるの。マジか。お、月が綺麗。ええ、本当に。いつぞやの問いだが、それがしは麓のように帰らぬことに決めた。今さら父のもとに戻れぬ。気の良い山賊一名もはや離散した。何よりこの日の絵以上に満足のいく行き場所を見つからぬので、それがしはずっとここで稲を育てながらさくな様をお支えし、蛇をつつましく生き、そして死んでいきたい。ほう、私は帰ります。私は海を渡っていろんな国を回りました。そこで見たこと聞いたこと、それはベンタニアの人が知らない光の神の光です。伝える、それが私の夢。ベンタニアの世界に、特にこのヤナトではホロモスの教えでは説明できないことがたくさんありました。今ホロモスに、足りないものがあるとすれば正さねばなりません。私の使命、そう思います。ホロモスのことはよくわからぬが、それはもしや寺、いや教会用的に回すことにならんのか。そうですね、ホロモスの一番上とても厳しいです。彼らはいつも新しい解釈を認めません。
私は多分一人だけ戦うことになるでしょう。異端者とされると火あぶりにされることもあります。ならばそこまでしなくても いえ、私には知りたい気持ち、伝えたい気持ちは止められません。そして、それはきっと私の信じる神へとつながっています。お主は強いな。何年かかるか分かりません。生きて帰れるかも分かりません。でもいつか絶対夢を叶えてここに戻ってきます。いただきます。わそれぞれの思いが出てきてるって感じね。まあ、確かにミルテは全然話しなかったからね。この近くには宝はあるね。ってわけではない。最初ね、ちょっと待った、お宝の反応あるね。下の通りがあるんだったら多分最初で出てこないから、そんな感じするんだけどな。ではない。どこどこ、来たー、やっと手に入った。あー、敵やっててよかったな。忘れてるよね絶対どこで手に入れたか。よしよし、これであと粘土だけ。おかえりなさい、さっきな。ああ、かい。ちょうどいい。ニレタと話があるから、カイマルは先に家に戻ってくれんか。その日が参ったら、カイマルも麓のように連れて帰るのか。雨の浮き橋はとても珍しいでした。二つよを自由には越えられないなら、自分がどこで生まれたか、カイマルは知るべきです。ここでの暮らしを選ぶとしても、知ってから選んでほしい。私はそう思う。そうだな。わしも親の顔を知らずに育ったからの、自らどのように始まったかを知ることの重さは分かるつもりじゃ。わし自身のこと、両親のこと、この島に来てから知ったことはたくさんあった。かやまるにもそれを知ってほしいと願うぞ。少し寂しくはあるがな。やる。さあ、みんなの声を聞くと私もいつも嬉しくなります。今の私たちにはきっとも国境に、国の国境の一つと思います。
この先みんながどうしていくか私には分かりませんが、同じ家に帰れるのは幸せですね。あ、やべ、水入れてみる。はい、まずい。まあね、どんな感じになるかだよね、エンディングもね。